マーセル牧師のグレーゾーンシリーズの中のメッセージで、神様は悪いことが起こるのを許しているというメッセージがあるんです。で、この地は私たちが責任が与えられているんだよとか、神様は全ての人が自由に選択できるようにしてくれたんだよというのがメッセージの中で話されているんですけれども、その中のメッセージの中で一番印象的だったのが、神様が私たちの周りにいたとしても、心に神様がいなければ、また神様の意思を私たちが入れることをしなければ、その後私たちの選択によって誰かを傷つけてしまうかもしれないよというのがすごく印象的だったんですね。で、そのメッセージを聞きながら、ある出来事を思い出したんです。まだ私が若かった頃、ある時家に帰って、そのリビングに入った時にね、私の母がリビングに倒れてたんです。その時、他の家族は出かけてて、母と私の二人でした。ね、私が小さい頃から母はアルコール中毒で糖尿病を患っていたんですね。で、その時私は母の病気も知ってたし、倒れてる母を見て、助ける方法も知っていたんですよ。でも、その倒れてる母を見ながらね、私は二つの選択肢が出てきたんです。このまま母を助けるか、それとも母を無視して自分の部屋に行ってしまうか。で、私の取ったチョイスが、そのまま母を無視して自分の部屋に行くことでした。当時私のその家族がすごく母のアルコール中毒によって、もう毎日怒鳴り合いの喧嘩だったり、殴り合いの喧嘩だったり、本当毎日喧嘩で、ね、笑い合うこともなかったり、本当に苦しい状況の中にいたんですね。で、そのバラバラの状態の中で、私はすごいもう母を恨んでいましたし、母に対して怒りしかなかったんです。で、当然のようにね、怒りしかないから当然のように倒れてる母を無視して自分の部屋に戻っていったんです。もうその時は、あ、もうこのままお母さん死んでもいいや、本当にそう思ってたんです。自分の部屋でね、母が倒れているのに自分の部屋で、その時友人と電話をしてたんですね。母が倒れてるよ、お母さん倒れてるんだよ、死にそうなんだけど、笑ってたんです。今普通に考えて信じられないですよね。でも、その時の私は、もう正しい判断ができないぐらい、私の心が壊れていたんですね。もうすごく壊れて、暗闇でした。今その出来事を思い出すと、本当にもう胸が痛いし、もう悲しい思いがもうこう襲ってくるんですね。もちろん今の私だったらその選択をしません。なんで？なぜなら神様の心を知っているから、神様の愛を知ってるから、神様を、私の人生で神様を知ったことによって、その時母を無視した、倒れてる母を無視した、その時の選択が、あ、とても悲しいことだったんだと思えるぐらいに、神様は私の心を修復してくれたんです。その時そういうふうに思えないぐらい、その時壊れていたものを、神様の愛によって修復されていったんです。もちろん今も神様との関係の中で、私の壊れた部分が修復されていくの分かります。今もです。そして神様と共にあって、神様と歩んでいく中で、自分が人としてね、人として成長していくのも分かるんです。以前の私のように
今のね、この現代、以前の私のように暗闇の中にいて、もう神様に触れてもらうことが必要な人がたくさんいると思うんです。だからこそ、今私たちクリスチャンとして、クリスチャンとしての責任は、心で神様の言葉を受け止めて、この地上で、私たちの周りで、家族で、職場で、学校で、友人の関係の中で、神様の愛を表していくことだと思います。神様は、暗闇の中にいる人を無視するような方ではありません。苦しくて苦しくて、悲しくて、怒りだったりネガティブな感情に押しつぶされそうな人を無視するような方ではありません。すごく悪い状況の中に私たちがいたとして、その状態でほっとくような神様じゃないです。暗闇の中に神様の光が与えられて、壊れたものが、壊れた関係が、壊れた状況が、神様の愛によって修復されると信じています。